学生の頃の頃話友人の忘れ物を取りに部活が終わった後二2人で教室へと向かった帰宅時間はとうに過ぎていて生徒は誰もいないし日が落ちるのが早い頃だったので辺りはもう真っ暗だった普段はガヤガヤとうるさい場所が静まり返っている光景は なんだか不思議で暗い廊下も別段怖いとは思わなかった目当ての忘れ物を取りさあ帰ろうという時に猛烈に嫌な感じ気持ち悪い空気を感じたそれを感じたと同時に何かが私の横を通った目で追いかけるもはっきりとは見えなかった 友人の位置からはその何かが見えていたと思う友人は私の腰の辺りを見て口をパクパクしていた「何か見えたの?」と私が言葉にした途端に今度は廊下の窓ガラスが一枚だけガタガタと激しく動き出した。 周りの窓ガラスは動いていないしその一枚だけがまるで誰かが叩いてるかのように揺れていた私たちは急いでその場から逃げ出し帰路に着きました帰路の途中に何度も聞いたのですが友人は何が見えたのかは教えてくれませんでしたつい先日 その友人とお酒を飲みました。そこでやっと教えてもらいました。あの時私の腰にすごい形相の女の子がまとわりついていたらしいのです。それから腰から離れたと思ったら窓ガラスを叩き出したんだと。 夜勤今年新卒で看護師になって仕事にもだいぶ慣れてきたかなって最近は感じていた夜の病院はもっと怖いかと思っていたけど案外そうでもなくラウンドとかも何のことなく回っていた私はもともと霊感なんかなくてただのオカルト好き なもんで今まで見えたこともなければ気配なんてものも感じたことはないだから夜勤も平気なんだろうけどだけどおとといの準夜勤初めての体験をした消灯時間が過ぎた午後10時ある患者さんからナースコールが鳴って その部屋に行き、用事を済ませた。私が、じゃあ失礼しますね。おやすみなさい。と言うと、患者さんは、うん、ありがとう。おやすみ。と言った。するとその時、バイバイ。と、私の左斜め後ろから、はっきりと声が聞こえてきた。 ちなみに左斜め後ろは窓その声は若い男性から男の子ってぐらいの声ではっきりとでもその部屋は男性高齢者の部屋だし消灯時間も過ぎてテレビもついていない怖すぎて後ろなんか振り返れなかった後から 先輩の看護師さんと話していて発覚したことなんだけどその部屋はよく出るっていう話らしく私がコールで行った患者さんは時々自分の布団の上に子供がいるのを見るんだとかまたその患者さんの向かいの人はもっと霊感が強くてカーテンの上から帽子をかぶった男の人が 覗いて手招きをするんだって話をしていたらしい本気で怖かったから昨日の夜勤はお守りを持っていったその後は特に何も起こらなかったし後日談もないんだけど私にとっては初めての体験で本当にこんなこと起こるんだって 今となってはかなり不思議です旅館私が友人と4人でキャンプに出かけた時のことですちょうど台風が日本に近づいてる時でしたが 日本上陸はしないと天気予報は報じていたのでキャンプを強行したのでしたしかし雨こそ降らなかったものの予想外の風の強さにテントを張ることもままならず飛び込みで民宿に入ったのでしたそこは旅館と言ってもいいくらいの立派な建物で急な客の私たちを 心よくく迎えてくれました。「通された部屋は小さな宴会場の隣で普段は使わない部屋でして多少隣がうるさいかもしれませんが」と申し訳なさそうに女将さんに言われました「いえいえこちらこそ無理をお願いしまして」と私たちは部屋に。 腰を落ち着けました部屋で食事を済ませてお酒をちびりちびりとやっているとなるほど隣からボソボソと声が漏れてきましたしかしいつまでも隣の宴会は盛り上がる様子はありませんでしたその後私は気晴らしに廊下をぶらりと 散歩していたのですが隣の宴会場に電気がついていないことに気がつき驚きました襖をそーっと開けるとそこには誰もいませんでした自分の部屋に戻り「おかしいなあ」と思っていると隣の宴会場から と人の声が聞こえてきます友人たちも隣の宴会場を覗きましたがやはり誰もいませんでした「あそっか幽霊のいる部屋の隣だから空いてたんだ」と酒に酔った私たちは気が大きくなって特に怖いとは感じませんでした。 霊感が強いという友人が部屋の壁を叩いて、そちらは亡くなった方ですかと言いました。すると、トッと,と壁を叩く音がしたのです。線香でもあげましょうか。すると、トッと,と音がしました。

部屋を飛び出すとおかみさんが大量に線香を携えて宴会場に向かうところでしたおかみさんの話ではまだ先代のおかみが現役だった頃台風で多くの犠牲者が出て宴会場を死体置き場にしたことがあったとのことでしたそれ以来時々この時期に 例に敏感な人が止まると彼らに遭遇するのだそうですはいどうも皆さんこんばんはごま団子です、えー、今日は怪談話を読ませていただきました、えー、どの話も本当に興味深く読ませていただきました読ませていただき ありがとうございいましたはい、お知らせですえー、6月の末から僕あの日本全国を旅するわけなんですけども、えー、でその旅の道中、えー、カメラ回して、えー、動画撮って、えー、でその動画を編集して、えー、ちょっと YouTube に上げようと思ってるんですねでえー、っとその動画あのこのチャンネル朗読チャンネルなので こ,こで上げるのはちょっと場違いかなと思いまして、えー、今回あの旅動画専門のねチャンネルを作りましたえー、まあこの画面に今出てると思うんですけども、えー、この「ごま旅」っていうね YouTube チャンネルを作りましてで今日の動画の詳細欄の方に、えー、この「ごま旅」の YouTube チャンネルの URL が貼ってありますのでよかったらそちらからチェックして、えー、登録よろしくお願いいたします えっとまあ、当然まだ旅出てないので動画もまだ何も出してないっていう状態なんですけども、はいえー、これからどんどん旅するに従って動画も出していくと思うのでぜひぜひ登録してみていただければなという感じでございます近々この「ごま旅」のチャンネルで、えー、あのスーパースペシャルゲストアニうんご さんと一緒に撮った動画をアップする予定でございますのでよかったらそれも見ていただければなという感じでございますはい。今後このゴマ旅のチャンネルで旅動画を出すことはもちろんなんですけどその他にもゆったりほんわかした動画を出していこうと思っておりますのでぜひぜひチェックしてみてください はい、まあ今回はとりあえずチャンネル作ったよっていうお知らせだったんですけども、えー、本格的に指導し始めたら、えー、また再度ね、えー、この「ごま旅」のチャンネルに、えー、ついてのね、えー、まあ解説動画みたいなのも、えー、まあここの朗読チャンネルで出そうと思ってますので、えー、はい終わったらそれも見てください。ということで。 本日もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。えー、よかったら、えー、この動画に評価ボタンを押していったりとかあとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ごま旅のチャンネルの方も登録よろしくお願いいたします。頑張ります。<laughs> マジであのごま旅のチャンネルの方も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。はい。えー、あとこの動画の詳細欄の方に僕のツイッターの URL とかあのツイッターで結構あの旅、 のあの近況とかお知らせすることがあるのでもし興味がある方は覗きに来てください。えー、あと、えーまあ、今回のその「ごま旅」のチャンネルの URL が貼ってありますのでよかったらチェックしてみてください,、はい。ということでありがとうございました。じゃあまた次の動画もしくは生配信でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。